ました。お疲れ様です。今日はホテルで撮影したんですけど、お部屋で撮影したり、温泉に入ったりとか、ゲームするとこ、ゲームセンターに行ったり、海に行ったりとか、今日はもう一日の中で、いろんなところに行けて、いろんなとこで撮影できて、すごく楽しかったです。どんな10代？10代、まあ、いろんなことがありすぎた10代ですけど、楽しかったです。もう本当に、いろいろと自立して、もっといろんなね、ことに挑戦できる20代にしたいなと思います。1年ぶりのシュープレさんだったんですけど、まさかのデジタル写真集もあるということなので、皆さんそちらの方もぜひチェックよろしくお願いします。見てね。